2024年、えー、10月26日の長瀬流負けない将棋の学びでございます。えー、まあ、他の動画でも話したんですけれども、無事ですね、5級に上がったんですよ、将棋ウォーズで。ただ、長瀬さんがね、あのー、本の勝った読者として、その、 将棋坊主の6級から5級に上がり方って、本当にこの流瀬流負けない将棋を学んだことで、上がったんですかあなたっていう風に咎められそうですけどね <laughs>。この長瀬流の、この、負けない将棋って、なんかこう、長瀬さんが解説しながら、ちょっと、あの、クイズ出すみたいな。あの、聞き手の人が。で、あんま四4、5段みたいな方なんですかね。がこの次の一手どうしますみたいな。まあ、当たらないですよ。次の一手こうやった時にすぐそれはダメですね、とか。 もうめちゃくちゃ難しい。世界で一番難しいような長瀬拓也の次の一手問題出してきますからね。恐ろしいなと思って。まあでもやっぱなんかこの流瀬流負けない将棋ってのが、まあ、こう自分が苦しい時にどういう風にして粘ろうかなとか、粘っまあ見苦しいって思うかもしれないんですよ。確かに僕も見苦しいこと何回もしてるし、もう勝ち目がないから投了しろよとか思われたりとか、なんかもう相手、 に全部のコマ取られて負けるんじゃかかとか入力してしようとして途中失敗するとかまあそんないろんなことを学んで学んで学んで棋譜を並べて並べて並べてなんでまあ基本的にこの長瀬流負けない将棋をどうやったら長瀬さんが伝えたいことを学ぶためにこの基本のねあの読みの詰将棋だったりとかこの手筋とかを読んだりとかしてるのもまあ,あと おまあ、結構おすすめなこれですね。あの永瀬さんだったりとかいろんな人がこれどうなんかなと思ってこの辞書感覚で弾けるんで,で今日ダイレクト向かい飛車って会った時にこれダイレクト向かい飛車って、えー、35位に入ってるんですよ。この将棋の戦法人気ランキング。隔離は隔離切り返せ常識破りの仰天使者ってなってますからね。あダイレクト向かい飛車。 その時にそういうので、まあこういうのがあるよっていうのを調べられるんで、なんかネットで調べるのもあるんですけど、ちょっと僕の中じゃ分かりづらくて、まあこれやってみたいなとか、相手が困難してきてどうすればいいかなとか、相手が運んできたらこうだなみたいな。まあ、なんかそれで、これで調べてやるのはすごくおすすめ。僕は結構図鑑とか図書を引くのが好きなんで、まあゲームでの攻略本見ながらゲームするの楽しいよねみたいな。結構昭和世代のは、 とはいいんじゃないな、ま、なんだったらどうなんですかこれはちょっと、ぎ、あの、ソフト出しがダメだって気づいというのはわかりますけど、将棋ウォーズしながら、この、あの、辞典を開きながら見たらどうなるんですかこれは。反則になるんですかね。ちょっとそこがわか、わかんないですけど。うん、ま、なんかこう、線形を組むときとか、 まあ船囲い、僕い、身のと、片身のと高みの銀冠とかなんかそこら辺分かるんですけど、例えばアヒルが恋しかり、櫓もなんか土井らだったりとか、なんかいろんな櫓の組み方があるときに、難しいなって思ったりしますからね。櫓も、右櫓もあって、だから、左の方に櫓組めるけど、右側の方に逆で櫓組むとどうなんとか、右玉ってどうだっけとか、穴熊もどういう風にするんだっけとか。 それで、囲い、使いたいときに、この囲いのこれを見ながら、この形にしながら持っていくぐらいはいいですよね、さすがに。結構ね、ほんと、この本と。まあでも本当そんなにこんなたくさん並べてますけど、ほぼ、まあい,いこの本に囲まれながら将棋してるっていうのが幸せっていうだけで、まあ気になるときにパッて出せるみたいな、探さなくていいっていうの。まあそれは楽かなと思うんですけど、図書館で将棋の本借りても結局、 うんまた返さないといけなくて、仮にこう面でなと思ったりとかすんで、まあ正直この、この二つがね、あれば、ああ、どん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 気力は高まっていくんじゃないかなっていうふうに思ったりしてるんで、まあ爪とは詰め将棋して、まあ鉄島なんで、みたいな。あとは好きな戦型決めて、やるみたいなのが、まあ個人的にはおすすめになるのかなみたいな。おすすめというかまず自分ができてないんで、まあ自分はもっとね、あの村田システムのとこ深く、 していきたいなと思うしかも、これオールインワンなんで、村田システムのことさえだけ学べば、まあ、前線対応できるんで、まあそれもそれで、かなりありかなとは思ってるんですけど、まあもっとこの村田システムを使いこなすために、自分の力を高めないといけないんで、やっぱそのためのは矢倉かなと思ってるんで、やっぱり矢倉はね、あの、純文学っていうふうに、まあなんか、ン木もなんか矢倉っぽくて、最初結構ン木足してたんですけど、あんまよくわかってなくて、なんか、これ強えな、みたいな。 あんまり理由も分かってないんですけど、なんで強いかって。だからまあこのグラのところと、まあ矢倉も結構急戦でやられて、どうすりゃいいのかなってなったら、この急戦グラの対策とか、ね、先手番でグラ組んだ時に相手に急戦でやられるから、後手番でグラ組んでカウンターでやった方がまだ楽だよねとか、なんかアイヤグラとか、あの森下システムとか、脇システムとか、なんかそれで最高で戦ってる、やり方の方がなんか結構楽しかったりしてたような気がするんで。 ま結局のところいろんな、あ将棋の本とかいろんなのでありますけど、これが楽に勝てるよとか、こうすれば上がってたあの楽にどん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 昇級できるよって、まあ、勝たないと面白くないし、で、負けたらレーティングめっちゃ下がるしとか、で勝ってレーティングちょっとしか上がんないとか、レーティングへ減って、やっと、まあ本当、40%とか30%をずっとうろうろしてましたからね。で、それで、 新しい戦法というか、相手が使ってきた戦法を、勉強じゃないですけど、相手が使ってきたこれ、A ちゃん流中飛車って何って思って、A ちゃん流中飛車載ってないんですよ。だから、でも A ちゃん流中飛車、で、ね、なんか無敵囲いと嬉野流はわかるんですけど、あと結構、将棋世界の本とか読んで、インタビューした時に、確か結構有名なのはミラン、野原ミランさんの A 新流、う ンカメレオン戦法みたいなのもあったりとかしててなんかそういうのもあこれで調べたらああこ,こ,これねみたいなとかなんかキ気ンのカビじゃとコンゃんンすよねとか結構ですねしらあの気になるやつをこうやって調べてあこれかみたいな感じで調べてこれ前調べたなとかやられた時これだよなとかっていうのがやっていくといいのかなっていう風に思うんでまあせっかくね あのー、あ、A ちゃん流中飛車あるじゃん。A ちゃん流中飛車ありました <laughs> あれなんか調べたら A ちゃん流中飛車乗ってねえなって思ったんですけど、乗ってるじゃないですか。A ちゃん流中飛車。一手の価値を追求した革新的思考があるじゃないですか。へえ、そうなんだ。A ちゃん流中飛車。でもおすすめ度低いな。あのー なるほどね。まあ、まあ、こんな形で。だから相手の、自分の戦型もそうですけど、相手の戦型、これなんか面白いことしてきたなと思ったら、ちょっと自分でも刺してみて、まあ、ま、僕だったら小義クエストとかでやってんですけど、まあ、AI ね、相手にしてる方が、序盤で失敗したらもう一回やり直してやるとかだったら、人とするときは、ま、なんかこう相手に迷惑かかるし、相手が詳細になってからやめると、まあ、 なんか気分的に悪くなるじゃないですか。えー、せっかく自分が調子,調子これから出てきたのにやめられてえと思うじゃないですか。だから AI にちょっと試してみて。で、ああ、結構これずっと勝てない AI がいて、ずっと勝てない AI。何してもだってダメですやぐらしても、ガンギしても、うん森下しあ、村田システムしても、全然相手になんないみたいなのがあって、で、この、さ,さっきやられたパターンのを、 ピオ将棋で AI でかけて並べて、まあ序盤の駒組みとかして、自分がやられた風にこうやっていくと、なんかちょっと相手になるみたいな。あれみたいな。今まで全然勝てなかったのに新しい戦型にしたら、なんか相手を追い込めてるじゃんとか。あれこっちの方がいいんじゃないってこうして。で、それでまた煮詰まってくるんですよ。結局のところ。で、そしたら、また矢倉に戻すとか。 まあ、ベースのところして、まあ、奇襲的なこともしながら、まあ、また戻るみたいな。まあ、基本的に最終的に矢倉に戻るやあの、いいでしょっていうのは勝手に思ってるんですけど、矢倉して、まあ、今だったら、まあ、角換わりもあんまりやってなかったね角換わりの勉強も、まあ、角換わり、横取り、えー、最近でも横取りはあんまなくなってきたんですかね。まあ、そういう意味で言ったら、角換わり、えー、相掛かり、で、雁木。 やぶらとかかですかね、まあ、そこのところあと囲い方もがっつり囲むよりは今なんか広くみたいなだから右玉とかもちょっと厚いのかもしれないですけど、まあ、そこは現代調のとこも取り入れながらベーシックのところも取り入れてで同じ仕組みばっかりやってると結構病んで疲れるんで、まあ、気分転換に、えー、いろんなのを試していってやるってのが、まあ、ちょっと大事なのかなっていうふうに改めて思ったんでで長瀬さんが最近言ってた あー話で、まあ、こうなんですか王将戦とかですかねネットで YouTube とかでインタビューで見れるんですけど長瀬さんはずっと技術的なことだけをき突き詰めて今の立場に来てでも今は技術的なところもそうだけど自分と向き合う精神的な修行というか精神的な力を高めることもとても大事だっていうふうに言ってていや長瀬さん負けない将棋ってどんだけ精神力高いのよって思ってたりしてたんですけど。 まあそこは、今、我慢比べよりも、なんかこう、バランスとスピードのところになってるんで、我慢比べで勝負してる人が、今までマラソンが強い人が急に短距離走させられてるみたいな、まあ、中距離走なんですかね。え800メーターとか1600メ1500メーター走みたいな形になってて、100とか200はちょっと違うと思うんですよね。で、中長距離って、中距離ってすごく難しくて、あの、陸上トラックとか、世界一過酷とかんですかね、800メーター。 1500m なんだったら 3000m 障害走みたいなとか三浦龍司選手とか結構有名だと思うんですけど、まあ、その精神力マラソンランナーはすごく精神力高いと思うんですけど今言ったみたいなあー戦力だってあとまあゴルフとかも近いのかもしれないですよね集中力とかってのになっていくと。 そうやっていろんなあ将棋だけの集中力だけじゃなくて近代的なスポーツとかいろんなところでの精神力っていうのが入ってくるんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、まあ、単純にね本,本読んで、えー、負けないようなことするだけでは、まあ、なかなかね将棋を楽しんだりとか将棋というゲームの心理に入っていけない気がするんで、えー、もっとねこれからも力を高めて頑張っていきたいと。